はい、皆さんおはこんばんにちは。そしてハルシウムスイヤザルカイゲです。というわけでデスエクスデモンエクスマキナやっていくよ。そうね、これでいいわ。どうやったらこうなるんだ。寝てこ、そうね、これでいい。ちょっと改造しても。何を改造する気なんだというわけでやっていくぜ。まあまずオーダーはやってもいいけどね。ちょっと装備を整えましょう。なんかいい装備が出てきたかい。ブレードか。ブレードね。こっちに装備しよっか、ブレードは。メールが来ているぜ。あ、ペインキラー。戦場では何が起こるか分からない。だが君とであれば心強い。これでよければいずれも作戦に呼んでくれ。成長したお前とならどんな戦場でも安心だ。俺の勘だがお前は特別な星を背負っているようだ。何かあれば俺を呼んでくれ、ファルコンさん。いいことは突然やってくる。強化する気だよ。私思ったんだけどね、必死に戦えばいいと思うんだ。正義の味方はチル&ルーキー、完璧ね。まあ、この人たちは結構いい人たちっぽいけどね。バレットワークス。じゃあオーダーやっていこうぜ。オーダー。じゃあさ、フリーミッションの。これは護衛をやったら仲間になったんだよね、ファルコンたちが。フリーミッションは後でやるとして、じゃあストーリーミッションを打っていこう。施設の破壊。ではブリーフィングを開始します。どうぞ。本オーダーはスカイユニオンからの依頼となります。またスカイユニオン。スカイユニオンの支配領域から建築されている輸送経路上にイモータルが施設を建造しつつあります。この施設の破壊が本オーダーの目的となります。任務開始時刻までに準備を完了し。はい、準備は整っているぜ。曖昧な情報だね。とても気に障る。いくつかはっきりさせておきたい。まずスカイユニオンの支配領域からの輸送経路というのはどういう意味だ。スカイユニオンの支配領域への輸送経路の間違いでは。スカイユニオンの支配領域からの輸送経路で間違いありません。から、どこに何を運ぶ。つまりどこかへ向かうための輸送経路ということになるね。オーバルリンク中心部へ向けた輸送経路です。ああ。我々の最終目的であるオーバルリンク内の全領域の制圧のためのものです。当該領域は渓谷地帯となっており、その谷を塞ぐ壁が建造されつつあります。オービタルの推測では侵攻というよりは防衛に徹した施設のようです。防衛。防衛？その先にイモータルの拠点でもあるのか。不明です。謎だ。オーバルリンクの中心部に関して一番新しい記録が欲しいな。どうだ。ムーンフォール以降の記録はありません。ああ、ないのか。過去、オービタルの調査隊がオーバルリンク中心部に達していますが、全滅しています。何？全滅。やば。詳しい情報をどうもありがとう。いいえ、どういたしますか。オーバルリンクは。オーバルリンクの中心部に乗り込めっていうならともかく、それ死ぬんじゃないか。その壁を壊せばいいんでしょ。パンツァークラウンはこのオーダーを受けるわ。あ、パンツァークラウンでした。来た。了解です。オーダーの受領を確認しました。あ、受けちゃった。バレットワークスもオーダーを受ける。あ、あとバレットワークスだね。ウエストセブンかと思った。あら、珍しいわね。あ、久しぶり。臆病者のあなたが不安要素の残るオーダーを受けるなんて。慎重派と言ってくれないかな。イモータルの動向には興味がある。
この目でその壁とやらを見てみたいんだ。見てみたい。好奇心で死ぬタイプかしら。そんな安っぽい感情じゃない。オールバリア。生き残るためさ。もっと言えばこの戦いを終わらせるためか。まるで純章の物言いね。影響されすぎじゃない。そんなつもりはなかったんだけどね。ただ観察対象に似てくるというのはよくある話だ。自分では気づかないものだな。気をつけなければ。観察対象？上官じゃなくて？私はね、あの純章という人物に大変興味があるんだ。あれほど面白い観察対象はそうはいない。観察対象？趣味は人間観察かよ。立ちが悪いぞ。立ちが悪いぞ。人に限ったことじゃない。何事も正確な観察が重要だよ。世の中に数値化できない物事は存在しない。データが全てを物語るのさ。何にでも首を突っ込んでると死ぬわよ。誰にだって得意分野ってものがあるものね。それを考えると分析屋のビショップがこのオーダーを受けたのはちょっと不思議なんだけど。知らないことは極力少ない方がいい。データがないなら自分で取りに行くだけの話さ。なるほど。利己的な考え。合理的です。ではとっとと行くか。まあ俺はイモータルぶっ倒せれば何でもいいですけどね。何にするか。ウォッチャーだ、ウォッチャーだ。あのドローンに見つかると厄介だ。考えずに出ていくとあっという間にかくまる。マジか。気づかれずに破壊するか別の道を探せ。別の道。おい、危ねえ。増員武器しよう。残骸があるっぽい。うっ、なんだこいつ。爆発するのこいつ。恐ろしい。サイバーレイフッ。ググった修羅場の数が違うのよ。修羅場の数。アブトリオシ見つかった。あれ、どこ？あいつはターゲットじゃないか。ターゲットマーカーはあのオレンジだ。俺を行かせてもらうぜ。あれか。何のための建築なんだ。作戦区域に到達しました。あれか。テントニュースの分布は高濃度。帝国の乗船より高度を下げてください。敵戦施設からのレーザー兵器に狙い撃ちされる危険性があります。なるほど。各機のデータリンク開始。調査の通信回線を開きます。こっちは敵から丸見える。壁に取り付きさえすれば砲台は使えないわ。まさか自分自身を撃ちをしないと。その通りだが簡単にいかなさそう。どういうこと？後輩から適正反応を確認。待ち伏せされていたようです。めんどくせえ野郎どもですよ。聞いたか。つまり私たちは壁と挟み撃ちというわけだ。大変合理的な作戦。
感心してる場合じゃないでしょ。ぶち壊れてる。恥ずかしい真似をしてくれるじゃないの。よっぽど私をキレさせたいみたいね。キレさせてる。おい、冷静になる。闇雲に突っ込んだんじゃ壁に押し付けられてやられる。いや、もう遅いね。壁に突っ込むわ。後ろの敵は任せた。ルーキー、クイーンをフォローしながら壁に取り付くと挟み撃ちには十分気をつけるんだ。かかってきた。クソ AI ども、視界に入ったやつは全部ぶっ殺す。一個だけ。うらうら、あれ使った。あれよあれよあれあれあれよ、てれてれてれ、へえへえへえ、壊れませんね。エネルギー反応が消失。よし、オーダーの達成を確認しました。ざまあ見ろってのよ、そんな子供が。ざまあ、なんとか生き残ることができた。ルーキー、すまないが君の戦い方を観察させてもらったよ。何？純章が君のことを気にかける理由がよくわかる。何よそれ、何の話？その子をバレットは勧誘しようってこと？どうだ、現状ではそこまで考えてはいないんだ。そうなんだ。これはちょっと面白いデータになりそうだ。あなたのそのもったいぶった言い方、感じ悪いわよ。詳細に分析しないとはっきりしたことは言えない。曖昧なことは言いたくない。プライマルを、その分析とやらが終わったら話を聞かせてちょうだい。こう帰還するわよ。了解しました。帰還シーケンスを展開します。ちょっと待ってくれ。私はもう少しここに残って少し気になることがある。どういうこと？君たちは帰還してくれて構わない。付き合ってられないわ。勝手にしなさいな。私たちは帰りましょう。ズラカリウス、じゃあな、ビショップ。吉野さん、吉野さん、レンジャー。別に武器、接近武器じゃなくても壊せたかもしれんが。どうも。じゃあ、よし、続けてオーダーをやっていこう。グリーンフォール、岩盤層爆破作戦。ああ、爆破する。では、ブリーフィングを開始します。どうぞ。本オーダーは、ホライゾンからの依頼となります。いい報酬じゃないな。オーバルリンク中心部のエリアに到達し、詳細な調査を行うための準備工作を行うことが本オーダーの目的となります。侵入シーケンスはホライゾンから提供されます。ホライゾン、現状は安全を確認していますが、当該領域はイモータルの支配下にあり、オーダーが開始されれば相応の反応となるはずです。地上に落ちた月の破片は落下時の衝撃のせいで地下に潜っています。調査目標は硬い地殻に覆われており、その岩盤層の爆破が工作活動の内容となります。ホライゾンより工作活動に必要な兵装が支給されます。任務開始時刻までに準備を完了し、出撃に備えてください。 OK。 やりたくないな。お前じゃねえ。私戦いたくない。自信がないのならば降りた方がいい。シャード、死神は常に私たちを見ている。っていうか、考えるのが面倒くさいの。どうしよう。
あ、クリムゾンロード本物だどうした、そのおじさんすごい人なの？すごいなんてもんじゃない、僕らが目指す頂点の一人だよ、歴戦の勇者ってやつだ。そうなんだ。なんでこんなオーダーを受けてんだ、クリムゾンロード。そう褒められたものではない、ただの戦争屋さん。バレッタワーツ、ね、君はイノセンスのラッキーボーイだな。ラッキーボーイ顔を合わせるのは初めてだ。何回死に損なってんだこの人。僕のこと知ってるんですか？もちろんだと。生還不可能だと思われたオーダーを成立させて、外の連中に泡を吹かせたそうじゃないか。なかなかできることではない。いや、それを言われるとなんていうか、嘘をついてるわけじゃないんだけど、奇跡の生還って感じでもないんです。詳しくは言えないんですけど。謙遜することはないし、手の内を明かす必要もない。外の連中は面白半分で、我々の生き死にを賭けの対象にしているようだが、それも結果の一つだ。胸を張っていい戦果。そういうのが博打みたいなのが行われてる。そう言ってもらえると助かります。それにしてもバレットワークスのエースがなんでブリーフィングなんかに。準将の命令でね。あ、そうなんだ。重要なオーダーであればこそ、ブリーフィングでの情報収集も重要な任務の一つだ。確かに報酬も跳ね上がりますもんね。報酬の問題ではないのだがね。それと訂正しておこう、今はまだエースは私であるというだけだ。え？でもあなたより強いアウターがいるなんて思えない。どれほど強くとも生命には限界がある。ディオボルトが誰かの命を奪う私たちは、いずれは誰かに倒され罪を贖罪せねばならん。そんな、すまない、つまらない話をしてしまったな。うちではビショップかジョニーが適任だろうが、さてそう、それじゃあ帰ります。じゃあね。なんだお前、この戦いを終わらせなくちゃ。イモータルが何を守っているのか僕らは知る必要がある。クリムゾンロードさんもルーキーもまた後で。ルーキー、アレア、ディアブロ、ルーキー、君たちには期待している。新たな時代を切り開くのは君たち若者だからな。では失礼する。みんなオーダー受けてます俺は俺一人で行くことになりますから。そんなことはねえだろ。アイールってあれだな、シブの妹か何か撃墜したけど。作戦区域に到達しました。なんだこれは。フェムト粒子の分布は最高濃度。コンソールにフェムト波の解析結果を重ねてレーダー画像を補正します。フェムト粒子のせいで突然各機のデータリンク開始、正体の通信回線を開きます。どうぞ。フェムト波の解析、あ、見当たらないが。ディアブロ、電子偵察の機体がいるのか。対空制圧を避けるため高高度でウエストセブンのアイルが偵察を行っています。おう、データちゃんと遅れてる？頑張ってね。私は電子偵察に特化した兵装だから戦闘には参加しないけど。僕はビットマンか。了解偵察任務を続けてくれ。どうぞ。あれ、バレットワークスはクリムゾンロードさんじゃないのか。残念。少佐より俺の方が適任だ。少なくとも準将はそう判断した。フォー、俺たちもオーダーを開始する。爆破地点まで誘導してくれ。了解しました。レーダーコンソール上に工作地点を表示しました。ディアボルさんと一緒。コンポーネント設置のオペレーションはこちらで行います。そういうことだ。それぞれが受け持った担当のポイントに降りれば、あとはフォーがやってくれる。アムロできるな。前に指示されなくたって。ポイント付近の AI を殲滅する必要があるな。
誰か一人でも遅れればそれだけ爆破のタイミングが遅くなる。足を引っ張るなよ。こっちのセリフだ。何切れてんだ。悪いな。これダメか。スライドック。そこをこれで終わり。うっつ、あらあらあら、次だ。先に行かせてもらうぜ。ああ、ザコは相手にしなかれたけど、どこ上にいるのか。あいつら出しても切りがないから。山の無駄か。僕らは負けられないんだ。これで終わり。これで終わり。次だ。どうぞ。ここだな。アクセス。爆薬コンポーネントの設置が完了しました。残り2カ所になります。よし、次へ行こうぜ。次行こうぜ。よろしくちゃん。ストライク、何でくせガードして。調子に乗るんじゃないよ。おらおらおら、よしだ。僕らは負けられないんだ。よいしょ、ゲッツ。ではな、よっ。設置。爆薬コンポーネントの設置が完了しました。残り1箇所になります。残り1箇所だ。よし、次へ行こうぜ。よいしょ。はいよ。爆薬コンポーネントの設置が完了しました。各機はポイントから離脱してください。かなりの大きな衝撃が予測されます。離脱。思ったより簡単に終わったな。本当だぜ。帰還していいのかな。起爆を確認するまでは作戦領域にとどまってください。何、現在各コンポーネントが岩盤層の測定を行っています。なるほど。お、時間は。岩盤を破砕するのに最も効率的な衝撃波の電波経路を探索しています。動機の完了までに十数分かかるかと予測します。十数分だと。それまで待つしかないか。どうかな。なんでディアボルさんだけ横顔なんだ。僕らの目的に気づいてるんじゃないか。このまま見逃してくれるとは思えない。だな。アイルから通信です。あ、アイルさん。ねえ、敵の増援が見えるよ。かなり早いね。航空機だと思うけど戦闘機じゃなさそう。これ戦闘ヘリかな。データ送るよ。戦闘ヘリ。ホライゾンよりオーダーの更新が行われました。起爆まで爆破用コンポーネントを防衛してください。3機の塊が2つか。それぞれ別の方向からそっちに向かってるぞ。ここで戦闘するのはまずいよ。爆薬が破壊されたらオーダーは失敗だ。敵は2小隊だ。爆破まで時間を稼ぐ。ルーキー、どちらでもいい。とにかく敵を阻止して。お前らはどうする。まとまった。どんどん近づいてるよ。よし、まとまったぞ。よし、やるぞ。新しい戦術プロットに合わせて作戦領域を変更します。お、各機作戦エリアに向かいオーダーを遂行してください。作戦の…あー、ヘリなんだ。目標の敵 AI をレーダーで捉えました。直ちに破壊してください。ロロロロロロロ、すぞこのヘリだ。どうしたんだよ、若さんたち。
その程度か。他はいないか。来たな。うわ、早いぞ。ほら、逃がさん。逃がすか。よいしょ。くっ、うっ、あ、また来た。あらあら、ストライク。俺はもっと強くなる。あら、逃がさんぞ。この程度の敵など。あ、どうだ。全撃墜確認。フォー、爆破はどうなった。各コンポーネントの探査が終了。同期設定中。起爆を行います。対ショック体制を取ってください。びっくりした。衝撃波が来るなら先に言っておいてほしかったな。電磁波のせいで通常レーダーがまるで効かない。爆破は成功したのか。今観測データを送ってるよ。データを確認中。どうだ。あ、オーダーの達成を確認しました。終わったようだ。それって月のかけらが見えるってことだよね。どうなってるんだ。興味あるな。煙と砂塵のせいで光学観測はダメダメだね。ダメだね。それ以外の観測データは見てもわかんないし。見てもわからんってねんだ。ここまで来たら自分の目で見るべきだろうな。まだ誰も見たことがないんだろう。30分もすれば砂塵は落ち着くと思う。敵の増援もないみたいだし、もう少しここで待っていれば。うん。フェムト粒子の濃度がさらに上昇。あれ、一時的に強力なフェムト嵐が発生します。フェムト嵐？なんだって？何それ。機体へのダメージが予測できません。安全を優先し、強制的に機関シーケンスを展開します。機関シーケンスを実行。おい、なんだって言うんだ。強制機関だって？くそ。見せたくないものでもあるのか。いただき、頭が手に入ったが、これはどうなんだ。見に行きたいんだけど。ダメか。強制再開。ああ。あ、救命士。遅かったな。もう少し早いかと思っていたよ。直接顔を合わせるのは7年。正確な時間を伝えてもいいが、意味はないな。変わらんな。第一騎士団として肩を並べて戦ったとはとても思えん。昔話は不要だな。要件に。オーダーにおける戦闘、いや、目的が何かだな。そうだ。ここ数十年間、オーバルリンクの内側に限って言えば状況は安定していた。イモータルと傭兵との戦力は拮抗し、産出されるフェムト資源の配分はオービタルの思惑通りだった。それがどうだ。なぜ今さら新種が、しかもあれほどの攻勢を持つイモータルが現れる。なぜ今になってネーションはフェムト資源を貪るように取り合う。そして今回のお前だ。
唯一傭兵ランク EX 自由を持つ男 EX 順将、知的生命体の存在理由とは何だと思う？さあな、それがお前の目的と何の関係がある？答え、生きること以外に何がある？どんな生命も生きている限り生き抜く。シンプルだな。生命としてはその通りだ。だが知的生命体は違う。私が目指しているのは新たな目覚め、解放だ。解放？革命でも起こす気か。月の落下で何が変わった？あれほどの大惨事にもかかわらず世界は変わらなかった。お前の言う通り、資源を貪り、人類はどこに向かう？月の粒子により人類と異なってしまった突然変異、我々アウターはどこに行く？壁の向こうでダミンを貪る旧人類のために命を使い続けるのか？貴様、正気か？正気？すでに戦争をしているだろう、傭兵。歴史というタペストリーは常に新たな模様を描くものだ。できると思っているのか？すでに新しい未来は織られ始めた。お前には素晴らしい模様を織りなしてほしいと思っている。なら気をつけることだ。どんな時も不測の事態というのは起こりうるものだ。そう、不測の事態は誰にでも起こるものだよ、順将。順将、狙われてるんじゃねえか？よし、メッセージが来ている。ホライゾンか。期待されるルーキーとは聞いていたが、見事な災運だ。今後とも我らホライゾンのために動いてほしい。我らを人類の執行者と感じるかのようなスカイユニオンは不愉快ではあるが、近年の成長には目を見張るものがある。忍じる。とはいえ保守的な彼らでは越えられない壁がある。この世界は目覚めの日にメニューが見えるほどに収縮した。縮小か、縮小。しかしそれから我らは再び拡大し、新しい段階に進む力を得てきた、蓄えてきたな。我らホライゾンは新しい世界を作り出す力がある。現地は物がおるかのことを知っているものだ。レイヴンもそうであることを願うよ。レイヴンにはそんなの関係ありませんけど。あれはただ報酬さえもらえればいいね。さて、じゃあまああとはフリーミッションはちょっとやっていきましょうか。こいつはぶちのめつく巨大イモーテルを撃破する。ではブリーフィングを開始します。どうぞ。本オーダーはホライゾンからの依頼と。あら、ホライゾン来た。ホライゾン支配領域内に宗教的な感じなんだか。大型イモータルガンポートの侵入を確認しました。なんだかわからんが。大型イモータルを破壊、殲滅してください。了解。任務開始時刻までに準備を完了し、出撃に備えてください。ええ。領域は雇わん。あれ、クラウンプリンセスさんがいる。早見さんと一緒だよ。あ、てことは仲間になってくれんのかな、プリンセス。報酬はプリンセスだ。できた。この四足歩行野郎。まだ上にレーザーついてねえからだ。フェムト粒子の濃度は低微、短距離レーダーへの影響はありません。ホライゾン支配領域内に
大型イモータルガンポートの侵入を確認しました。大型イモータルを破壊、殲滅してください。ガンポートさん、うざいんで。聞いて、お姉様から。露出しているコア部分を破壊することで、聞いて、大型イモータルに対しての調査を進行します。多くのコアを破壊し、調査を進めてください。はい。それ飛んでるよな、次な、あやる、これきつい、攻撃攻撃よ、シャーラちゃんの動きやがるぜ。大型イモータルの支援 AI 増援を確認しました。やろう、イモータルの生存フラクタルを検知、注意してください。シュッ、復活、いやー、行く、突っ込んできやがってこいつ。大型イモータルの支援 AI 増援を確認しました。誰のところに出たらプライマルオン、大型イモータルの支援 AI 増援を確認しました。いて、いて、まさかその程度じゃないよね。大丈夫、なんだよ。オーダーの達成を確認しました。機関シーケンスを展開します。ふぅ、2分でぶちのめしたぜ。あ、大丈夫だ。アクアフォート5回プレイ。いやー、また戻ってきたよ、ワンちゃん。はい、というわけで今回はこれくらいにしていきたいと思います。それでは、またのご来店お待ちしております。バイバーイ。